ソメイ TV をご覧の皆さん、こんにちは。ソメイ哲也とスーパーソメイの小野塚とドライバーの新次郎です。はい、よろしくお願いいたします。ワインの定期便エクセレンス便5月号です。皆さんお待ちかね、はい、やっときたか。いや定期便の撮影の後にあのエクセレンス便の撮影するんですけど、圧倒的にテンションが違う、今年の。いいんだけど、うしいですよ、よかったです。5月号の、定期便に関してはワイン2スライスさんとやらせていただきます。はい、では1本目なんですけども、アイブランド&ファミリーってどういうことなんだろうな。アイブランドラ・マレーア・アルバリーニョ・クリスティ・ビンヤード・モントレー・カウンティ2019年お値段4200円。はい、そしてもう1個レ・バンドビン、もうお約束ですね、僕たちの定期便では。レ・バンドビエンヌ・エリュイカン IDP で、コーダで、コリンヌ・ローダニ・エンヌ・セイシェルですね、2019年、両方とも2019年で、こちらお値段が5000円でございます。本当はね、これね、あのソムリン TV で、このワイン・トゥ・スタイさんの試飲会をお届けしたときに、このレ・バンドビエンヌ・エリュイカム、点数もちゃんとバッチリ伝えてるぐらいにですね、本当にこれ美味しかったんですよ。で、もう一本ピエモンテのワインを選ぼうかなと思ったんですが、なんですよ、まだ実は入ってきてないと、日本に。悲しいことに。なのでちょっとその時にまた美味しかったやつにしようと思って、今回このアルバリーニョにさせていただいております。実はラ・マレアはスペイン語で潮の流れを意味します。すごいです。もちろんです。あ、さすがラ・マレアです。どっちが潮？最近のカリフォルニア、特にモントレー地区において、地方において果実味と樽を全面的に出しすぎるテロワールが感じられないワインが少ないと感じたイアンが、自身のワインで流れを変えたいと考える決意がこのワインの名前になっていますと。美術品が飾られているのおしゃれなテイスティングルームもなければ、著名な醸造コンサルいません。オーナー醸造家のイアン・ブランドによって、ワイナリーの経営というものは素直に美味しく毎日気軽に飲めるテーブルワインを作り、それを世に送り出すことです。名醸造地のブドウを使い1本300ドルのワインを作ることは資金さえあれば誰にでもできる簡単なことです。イアンが目指すところは、それが難しいと思うんだけどね、ところは、ブドウ産地としては確立しているものの、まだ探せば素晴らしい安価なブドウ畑がいくつもあるモントレーカウンティで、酸とミネラルがしっかりと感じるワインの醸造をすることです。ははイアンは2007年に妻のヘザーと共にワイナリーをスタートさせます。モントレーという産地を選んだ理由は、いつの日からかサルコーとボテボテ感がフューチャーされたモントレーのワインが主流となり、いつの日からかそういう風なね、ボテボテしてるワインが主流となり、このトレンドに一石を投じなくてはと強く感じたからです。もうこの20年間のカリフォルニアワインにおいて発展というものは一体何だったんだろうか。技術的な進化、クローンの研究、VSP によって仕立て、最新の技術を取り込んだ醸造器具。これは果たしてカリフォルニアワインを良くしたのであろうか。むしろワインから、作り手からも魂を吸い取ってしまったのであろうか。情熱や伝統芸が失われてしまったのではないか。なるほどね。カリフォルニアの栽培と醸造において芸術的な進化は全てを体感させたと考えているイアンは、このモントレーという産地で原点回帰を試みます。しっかりと栽培をした畑、そこに実るブドウ、そしてそれぞれの個性を消さない美しい醸造技術と感性こそがアイブランドの真髄です。これ2022年ですよね、これね。僕間違えましたね、すいません。2022年ですね、これ。22です。はい。なんか僕、最初コンドリューかと。うん。これ、うめえな。ちょっと、乳酸感ありますか。乳酸のコンドリュー。うわ、すげえ凝縮感、半端な。でもちょっと、アルバリーニョらしいというか。そう、アルバリーニョなんだよ。うん、醸造ですね。はい、3分の2は全房でプレスを行い、3分の1は2日間スキンコンタクトを行いました。はぁ、濃厚にね。後者はクリスティ・ビンヤード土着のピエル・デ・キュビ、野生酵母、野生の種酵母にて発酵をスタートさせます。
ステンレス作品で低温で発酵を行い、ブドウ本来のミネラルとアロマを、そしてフレッシュ感を保ちます。MNF は行わず、折りとともに4ヶ月間熟成をし、はあ、ろ過後、瓶詰めをしました。これ、MLF してないって信じられないですよね。すごいね。すごいですね。ヨーグルトあるよね。ありますね。これ折りの感じなの。いや、これす、いや、アフターもすげえな。うん、じゃあ、レバンドベーマンを一応やりましょう。こっちが。まあ、あの、見学的にレバンドベーマンが高いので。フランソワ・ビラールとピエール・ガエル、イブ・ケイロンのキタローヌを代表する3人のビニロンが、かつてセイシェルの、他に高質なワインを生み出すブドウ畑を存在してほしい。1996年にその畑にブドウの木を植え、レバンドビエンを設立し、素晴らしいワインを作り上げました。また、伝説の丘、セイシエルの最高であり、この新たなキタローヌのワインニュースは、ワイン業界にたちまち広がりましたと。エリカイムとはギリシャ神話の太陽の神、ヘリオスに由来していますと。おお。ソタナムの若木中心、ソタナムってね、このエリカイムの上のキュベがありまして、それの若木のキュベですね、平均樹齢20年、もう十分ですね、4.5 ヘクタール、粘度が少ない、雲母片岩ですね、と、片麻岩でございます。全貌比率40から50、ほー、樽にて16ヶ月間熟成でございます。うーわ、香りからくるね、これね。やばいね。そうそう、太陽の神っていうのが分かりますね。分かっちゃった。太陽の香りしますよね。太陽の香りするね。うまっ、うますぎる。今回のエクセレンスリン、この2本なかなかいいね。最高ですね。シラーだけどスルッと入ってる、うん、でその後のアフターがなんか全然雑になくて、うん、普通にこれエルミタージュとかいっちゃう。じゃあどんなところで作ったか一応見てみたいと思うんですが、アイブランドの方をねちょっと重点的に見たいと思います。はい、こうですね、サンフレッシュがここ3の図があって、これはモントレーで、この下の、お、空港があるのか、これは、なんだこれ。で、そんなところにあるのが、よー。これめちゃくちゃうまい。いや、アメリカの感じだね。ここっすか。アイブランドファミリーって書いてある。あー。へー。なんか、ちょっと小規模でやってるのかね。うん、いや、そうだと思う。うん、うん、またファミリーで。おー、いいっすね。あ、これか。この操作者か。なるほど。はい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 。あ、これか、陽気だね。なるほどですね。陽気じゃなかったらこの並びで作んないよな。間違いないですね、うん、陽気ですね。いいですね、イケメンですね。イケメンですね。イケメンですね。なんかこれまだこれ絶対、これ絶対合成じゃね。合成ですね。サリナス川の西の側のベンチに来るけど、ね、サリナス川北ですね。確かにめっちゃ畑ある、うん、何これ、なんか気持ち悪いぐらい色が分かれてるけど、うん、何この色、ここ行くよ、ギリ見れるから。そう、うわ、2008年のストリートビューだ。うーん、よく分からないで済みそうだぞこれは、はい、なくね、さすがにないです。いやー、ちょっとよく分からなかった。で、バンドビエンヌ、はい、ここですね。まあ何度もね、うん、あれですけど、はい、ここイブキーロンのね、とこはここでして、レバンドビエンヌはここですね。こうね、はい、見ると、場所は、はい、こういうローヌキックの、うん、北のロゴで、もうすぐ近くにね、この辺りがもうコンドリューですね。あの、急な。で、これがこう、あ、これ、こっちか、コンドリュー。まあ、あ、コンドリューか、そうですか。ちょっと南に行ったのか、そうですね。で、そして、こっちに行くと、アンピエがあり、これがドッティですね。で、今回話に出ていたところが、ビエンヌ、ここですね、レバンドビエンヌ、この辺り、この辺りのそういう場所を確か使ってるっていう風な感じでございますと。ということで、料理なんですけども、これは皆さん真似はできないかもしれない、ごめん。ゴールデンウィークといえばですね、僕たちはですね、何をやるかというと、ね、山菜取りなんです。山菜取り。せっかくなんで、ちょっと山菜の天ぷらとちょっと合わせてみたいと思いますので、はい、ちょっとご覧いただければと思います。はい、作るよ僕ということで、ライブ配信で失礼いたしました、はい、マリアージュのコーナー、よっよっよっ、エクセレンスリーのマリアージュのコーナーですね。今回はちょっとライブ配信でちょっとやってみようぜって話で、もう料理もね、そうライブでライブで作ります。素晴らしい。
本当にうまくできてるかどうかね。プラン天ぷらですね。まあとりあえずちょっとまずは点数付けやりたいと思います、うん、キレッキレですね。キレッキレ、めっちゃうまい。でも本当に非常にやっぱりアルバリーニョらしいうまさっていうものを非常に感じております、うん、そのポイント、せーの4点ですね。いや、はい、素晴らしいですよこれね。あの深海の時の点数も4点だったんで、でもやっぱりそうだな、そういう感じでございます。エリカイムの本もちょっとやりましょう。あ、やりますか。そうか、もうさっさとやっとかないと、ね、量そういうのダメなんですよ。ついじゃったな、多いんだよ。多かったですね。テイスティングだからもう僕食べるつもりについてたすごいねやっぱりこれ。また美味しくなりましたね。おお。あ、これちょっと点数上がるぞこれはこすげー、開いた。うまいっすよね。なんか旨味ぶわって出てきて開いてきた。ここだよな、やっぱそこ行くよな。じゃあソムリエポイントいきたいと思います、はい、せーの 5.2 でございます。非常に美味しい。美味しいからしょうがないです。こればっかりはうまいな。ということで、マリアージュなんですけども、もうね、ライブ配信バッとありますけども、天ぷら頑張ります。イエス。天ぷらじゃない、天ぷらに入れてます。あ、もうね、これね、もうなんかこれ毎年、去年もね、エクストリーム天ぷらみたいなことやってたんですけど、やりましたね。今年も山菜取ってきました。ちょっと取ってきました。おお、ああ、生かじり、たくさん、ああ、はい、ありがとうございますね。ココミやばいぞ、ダラ染めですね。こんなココミなかなかないですからね。色が、色ツヤ最高です。色黒だ。色黒ココミです。もう、ウドだね。ウド、これウド、ね、グランクリオです。下がこんな白いのはなかなかね。ウドです。山ウドで、この白い。この白いやつもウドなんですよ、これ。これもウドだね。この辺から全部、ね、土に埋まってるから。これは頑張って。裏か天ぷらにさせていただきますので、でもこのねワインと合わせていきたいと思います。そもそも天ぷらうまい、ワインもうまい、合うかどうかだ。合うでしょ。この非常にあまり見せたくないこの状況を頑張って見せてくれてありがとう軟水に小麦粉をこう混ぜてるんですけども、卵水、水と卵、500ml の水に卵1個ですね、こうその卵水を作りますと。その卵水の量と小麦粉、ふるいにかけた小麦粉を1対1で混ぜます。でもこれでいい、ね、そんなにがっつり混ぜてませんけど、これでもう衣の部分は終了です。絵のモザイク状態。いや、ほんとモザイク状態なんだよ。え、わかりました。よかった。ココミが感じられるぐらいめちゃくちゃ綺麗に上がってますね、うん、いいっすか。ちょっと食べたい、めちゃくちゃいいっす。食べたい、俺も。浦川さん、ちょっと塩ください。合格っす。合格っす。あー、塩つけるともっとうまい。やばいですよ、これ。やばい。なんかほんとに素材食べてるみたいですよね。ね、ちょっと、キメタケ食べたいですね。次はタケノコいきますよ。タケノコいきます。ピチピチですね。ヒメタケ、ヒメタケ最高にうまいですね、うん、この天ぷらの温度加減で中に火が通るぐらいのがちょうどよく、ヒメタケの味を殺しないという。めんつゆいこう。ちょっと、あ、そっちの方がいいもん。浦川がいつも使う賞金発泡だし、こちらですね。これ、うん、タラの目いきますね。お、迷うな。めっちゃ美味しいです。カリカリです。あ、美味しい。苦味がすごい。あ、青い、これ最高じゃないですか。青い、なんか本当に、あ、山菜って感じの。あ、めっちゃうまい。めちゃくちゃうまいですよね。っていうかね、これは合うわ。で、アルバリーニョ飲むと、もう、あ、勝ったな。マリアージュポイント結構高いですよ、これ。何点ですか。90点いってもいいんじゃないかって。90点ですね。これは90点超えますね。超えるわ。2、3点いってもいいぐらいにうまいわ、うん、92、3点って聞いたことないな、この1年間で。そうですね、出さないよな。出さないもの。これうめえな。うまいっす。うまっ。天つゆめっちゃいいですよ。うどってあんまり俺食べたことなかった。最高のうどです。最高のうどだね。これ、あの地中に埋まってるやつなんですよ
これ正直言って生で全然全部食べれますからね。ね、甘みがあって美味しい。うん、ウドです。ウド揚げてる。非常に良い。あ、うまいね。うまいね。生でも食べれるから、火とか甘みがすごい。あ、素晴らしい。あ、合うじゃん。いい。白合うよ。じゃあとりあえずじゃあ葉っぱ系のやついきますね。葉っぱ系いきましょう。葉っぱ系めっちゃ白に合いそう。あ、青いほろ苦い香りがする。ちょっと。あ、すっげえ、シラめっちゃ合う。面白いね。山菜ってやっぱめちゃくちゃ強いんだなって思っちゃいます。なんだこれ。塩にシラでも全然いけんだよ。なんだこれ。ウドの強さですね。ね。ということで、エクセレンスピンまとめいきたいと思います。はい。まあ天ぷら、山菜の天ぷら絶対合いますね。全体的に合いますね。うん、特にウドとシラの相性は抜群だったし。うん、塩で食う時のアルバリーニョさんも最高だったし、そうですね、なんだろうね、この山菜はタンニンが合うのかな、うん、多分タンニン、タンニンで増加するのかな、ね、うん、山菜はなんかね、非常にやっぱりこう親和性があるなんかマリアージュだと思いますので、はい、ということで、今回は以上でございます。とりあえずこれでね、動画をこうライブ配信でやっておりますけども、ちょっとねそれをちょっとだけ切って編集してっていう風な感じで、きちんとあのエクセンス瓶のケツにつけれるようにしますので、はい、ぜひねそれもご覧いただければと思いますし、ね、ちょっと画像が荒れてるところは申し訳ございません。ではね、またエクセンス瓶次回お会いしましょう。さよなら。ということで、あのライブは続きます。ライブは続くんで、このままやりますんでね。